来週に向けて高橋真麻さん用の企画も考えてて、まあ高橋真麻さんのことですから、そんなに過激なことはねできないと思うんですけども、もしやってくれるならちょっとお伺い立ててみようかなと思ってますね。さあ今日はですねこちらですね、そういえばもうすぐハロウィンですね。ジャック包茎ランタン、春日さんが全裸になりライトを金玉の皮で包んで、ジャックオーランタンよろしく、光らせジャック包茎ランタンを作ります。なんだそれは。スタジオの電気を消します。若林さんがトリックオアオチンポと言いながらふざけんじゃないよ。ジャック包茎ランタンを電動歯ブラシで攻めてきますが、20秒間ランタンを光らせ続けれたら優勝です。失敗したら水平チョップですというお便りがね。お便りじゃない企画書だろうよ。じゃあヒロシやろうか。まあやるっていうか、まあ春日さんが OK って言ってくれただろうんだけどね。いやまあやりたくはないけどね、そんなもんは。まあやりましょう。まあやるんでしょどうせね。やらないってことはない。それジャック包茎ランタンは。はい。これだけ。それを何なの？そでかくない？いや。それを何どうすんの？これを。皮で包んで、皮で包む、その包み切れるか、でかくないか。高校の時、今は違うけど、高校の時嫌だったな、軍団さんがなんかこう。今は大好きだけど、やる？やるっていうか、やるんでしょだって。今は大好き、俺は。やりたい。当時はね。当時はね。まだ分かんなかったから。分かんなかった。いろんなことがね。笑いが、勉強が、不足で。なんだよ、それ包めんのかよ。多分大丈夫だと思うんですよね。でかいってライトが、もっとちっちゃいライトなかったかね、君は。包めないかな。いや、包めない、いくらなんでも。ジャック包茎ランタン作れない。まあ、とりあえず明かりをつけてからでしょ。じゃあ別のやつやる。じゃあ。え？うん。じゃあやってみて。一回やらせてくれよ。うん。やる前から開けないバカいるか。やりたくないってそっちが言ってたから。いや、できるかどうかって言ってんのよ。こう光らせて、こっちだな。包んでから、おい、包めんじゃねえかよ。ふざけんだよ。全然余裕で包めんじゃねえか、ヒロシ。どうなってんだ、バカタレ。これを20秒。20秒。じゃあ行きます。ちょっと待って。おい、スタート。いっやっいっ意外にいって。つく、いて。あ、いって。いって。あぶねえ。成功です。え、よしよし、ハッピーハロウィン。成功してんだろうよ。え、あ、疲れ、これ落ちた。終わりだからね、ハロウィンが。終わりだから。